休憩コーナーの方も、2週に1遍参加させていただいております。そちらの方もたくさんの方に応援していただいて、結構遠いところでも中継があったりするんですけども、朝早くからお越しいただいたりとか、とにかくいつも支えてくださる皆さんの温かさを感じながら、日頃の力に変えさせていただいております。そして今回の2月4日発売させていただいたばかりの追分港という一曲もですね、本当にいい曲に巡り合うことができたなと思っております。師匠の細川たかしさんも本当にこの道にぴったりののびのびとしたいい曲だねというふうに言ってくださいました。今回の追分港、2月4日にシングル CD の他に DVD がついたシングルの CD も発売させていただきます。今回赤版青版というわけじゃないんですけど、シングルの CD がちょっと今手元にあります。こちらの、赤い方がシングルの CD なんですが、こちらの青のですね方はミュージックビデオとメイキング映像が入っているんですけども、このメイキング映像が、ちょっと私歌っておりますので、ぜひ皆さんこちらも見てみていただきたいなと思います。今回の DVD 映像の方は実際に海に行って撮影をしました。すごく寒くて足元が悪かったんですが、実は映像ではもしかしたら気づかれない方が多いと思うんですが、ちょっと雨が降ってたんです。なので足元が滑る状態で、一歩踏み込むともうそこは海ザブーンってなってるんですよ、崖で。だからもう本当にこのミュージックビデオ撮影でもうこの身の人生は終わるんじゃないかと思いましたけども、なんとか無事に撮影の方も終えることができました。